今年63歳になられる、男性の年金支給開始年齢について説明させていただきます。年金の支給開始年齢は生年月日によって、60歳から65歳まで違っております。で、もう完全に昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性については65歳からの年金支給になります。で、63歳の男性については、今年からですね、お誕生日過ぎたら老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金が支給開始となりますね。で、まあ、これは、厚生年金1年以上かけてらっしゃる方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてらっしゃるという条件があります。で、当然まだ63歳ですから、お仕事してらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。お仕事をされてお給料を受け取られながら年金を受給されると、そのお給料の金額と年金の金額、賞与の金額によって、月々ですね、一定額月28万円を超えてしまうと年金が一部または全部停止になってしまうということがあります。あとは、60歳時点から、まあ、一旦定年再雇用という形でお給料が下がられた場合には、雇用保険の方から高年齢雇用継続給付金というものが、補填分が出るんですけど、この補填分が出ても、年金がその補填割合によって一部カットになってしまうということになっております。で、このあたり本当に詳しいことは年金事務所等で説明を聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。